ジュエルペットアニメ作品、ジュエルペット、ジュエルペットは、サンリオとセガトイズによるキャラクターである、ジュエルペットから派生したアニメ作品である。2009年4月5日から2010年3月28日まで、テレビ大阪発、テレビ、東京系列で放送された。前後52話。2009年4月5日からテレビ大阪発、テレビ、東京系列日曜は昨時30分枠にて、 放送を開始、字幕放送。この作品から、同枠発の16、9のハイビジョン制作となった。アナログは、レターボックス放送。フォーマットは、お願い、マイメロディシリーズまでは、オープニングの提供ベース後、CM を挟み A パートが開始されたのに対し、この作品からは、オープニングの提供ベース後 CM を挟まずに、A パートが始まる方式に変わった。 人間界に飛ばされたジュエルチャームを拾い元に戻すことが物語の主軸になっており物語が進むにつれてダーク魔法使いのジュエルペットの存在が明らかになりダーク魔法使いのジュエルペットを足き心から解放する流れへと変わるルビーの性格がサンリオセガトイズの公式設定では礼儀正しくて綺麗好きの設定であるが本作ではやんちゃでいたずら好きの設定であるなど 原作とは、設定が異なるジュエルペットも見受けられ、原作で存在する設定では誕生石や色属性に関しては、本作では反映されていない。ただし、誕生日の設定は、原作と共通である。本作は、今後のジュエルペットのアニメシリーズの制作体制を模索するための試験的作品という位置づけになっており、サンリオセガトイズのキャラクターのプロフィールに空欄が、 あるなど、開発の中途段階にあった。そのため作中では、ジュエルペットのプロモーションに力を入れており、各々のペットがインパクトに残るようにシナリオが組まれているのが特徴である。作風全体としては前番組、お願い、マイメロディシリーズの固定視聴者を、今後のジュエルペットシリーズの顧客ターゲットとして取り込むことを意識した作りになっている。視聴率については、 富士テレビ系列で放送されていたドラゴンボール改めワンピースの協力ラインナップの裏であることがわざわいし関東地区では平均1.5%とそれほど高くなかったがサンリオからライセンス展開されたキャラクター商品の人気が高く初年度の目標売上高を上回り成功した担当声優はお願いマイメロディシリーズから引き続き参加しているものが多く また一人で複数のキャラクターを担当する声優もいた。一般芸能タレントも数人声優に起用されていた。魔法の国ジュエルランドでは瞳に宝石を持つ動物、ジュエルペットが日夜魔法を学んでいた。ある日、ジュエルランドの大掃除のため、ジュエルペットはラクマ馬所によって宝石化されて森の中で待つことになった。ジュエルペットの一匹、ルビーは、 森で隠れるのが嫌で黙って浜辺へ遊びに行ってしまう。しかしその間に、強風で、ジュエルペットたちは、人間界へ飛ばされてしまった。浜辺から帰ったルビーは、ジュエルランドの異変に気づき王宮へ向かい、そこでラクマージョたちから、ジュエルペットたちを探すために、人間界へ渡るよう命ぜられる。その頃、人間界の宝が、石市では、中学生の工業林リンコが、 入学式の祝辞を任されて途方に暮れていた。その夜、どのようにすればいいか悩んでいた彼女の前に流れ星が落ちる。その流れ星はルビーそのものだった。アニメ第一シリーズは、ジュエルペットと人間の二人一組として主に、ルビー中心にジュエルペットがメインとなるため、人物側はあくまで純キャストとなる。ED エンドロールにて、ジュエルペットが先、人間側が後となっている。 なお、第一期での舞台は、人間界がメインとなっている。主要人物私立虹色学園主要人物と、家族関係回答ハーブ団初登場時には、回答生活を送りながら、ダイアナと共に行動していたが、決別後には、総理大臣に、極秘裏に雇われていた。その他の登場人物主要、ジュエルペットサブジュエルペットダーク魔法の、ジュエルペットジュエルエイトディアンが持っていたチャームから、 復活した8匹のジュエルペット。ラピス以外は復活後、ディアンのダーク魔法で性格とジュエルパワーを正反対に変えられてしまい、騒動を起こすが、いずれもリンコたちが、ジュエルゲームに勝利したことにより元に戻っている。第1シリーズでは、第6話から次回予告の前に、博士姿に扮したルビーが、ジュエルペットやアイテムを紹介する、ミニコーナーとして組み込まれた。 その週に登場したジュエルペットを紹介することが多いが、会によってはアイテムも紹介されることがある。インターネット動画配信時間帯はすべて現地時間。ありがとうございます。